昨夜は深夜まで友人と会食噛んだ。若い頃共に過ごした時間は昔日遥かですけど、それを昨日のことのように話せるんだから面白い。那須湯本には温泉神社が建ってました。1300年以上の由緒ある宮だとのこと。境内に那須の与一が寄進した鳥居がありました。屋島源平合戦に登場する那須の与一です。那須の人なんですね。温泉神社の先から殺生石の遊歩道へと広がっていました。殺生石や生き物が近づくと命を失うことから名付けられた石です。多分火山ガスの噴出によるものでしょうか。九尾の狐が退治された時に飛び散った岩の一つという伝説が残らされています。近くには赤いよだれかけをつけたお地蔵さんがたくさん並んでました。よく見るとね、手合わせてるんですけど、何を願ってるんでしょうか。殺生石からさらに自転車で坂道を登ると、恋人の聖地と名付けられた展望台に到着。さらに登って休暇村。キャンプ場はね、休暇村から500メートル登って1キロ下ったところにあるとのこと。自転車にはちょっとつらい。それも過激に急な登り下りでした。キャンプ場に到着したら小雨。なんとかテントを設営してテントに潜り込んで人心地つきました。